い、皆様こんにちは。今日の一歩先を編む先編みです。先編み動画348番と349番でこちらのモチーフの編み図を調整してこちらのサイズにしました。で、こちらが元の編み図のものなんですけど、編み図から調整してこちらのように少し小ぶりなものにしました。で、今回はこちらを使ってこのダイソーさんのポーチを見つけましたので、こちらに編み付けていってみようと思います。で、こちらのポーチはこのような感じのものです。で、この元の大きさのものでもサイズ的にはまあちょっと緩いですが合わなくはないんですけど、このあたりがゆるゆるで可愛くないので、こちらの絞ったものを使っていこうと思います。で、その際にこちらのサイズだったらこの縁の部分がちょっと足りないので、縁の部分もう少し編み足してもう一段編めばおよそいい感じになるので、もう一周編んでいきます。で、このような作品の場合は元のモチーフのものよりもキュッと締まった方が可愛くなると思います。こちらのようなモチーフは大きな作品に対してちょうどいいと思います。そしたらまずこちらの縁をつけてサイズを大きくします。それから表裏2枚ずつ編んでこのようにつないでいきます。こんな感じになります。で、それをまた左右つないで4枚つないだものをこの底の部分ですね、こちらのこの底の部分とつないで合わせていこうと思います。はい、こちらの糸の方はエセリアさんのソロフィムを使っています。1色ずつで全部で3色使います。余り糸で作られたらいいと思います。で、かぎ針の方6号を使います。はい、そしたらこの小さく編んだモチーフ、これは先編み動画349番でやっていますので、そのままここまで編んでください。そしたらここから続けて縁を一周大きく編んでいきます。はい、そうしましたら角のところに編み終わりを持ってきていますが、ちょうど角になるように一目ずらして引き抜きをします。そしたら長編みをしていくので3目立ち上がり1目鎖を入れます。で、同じとこに長編みします。はい、そしたらこの角のところが今編めました。次に鎖を1目入れて長編みを5目編んでいきます。はい、そしたら鎖を1つ入れて長編みを5目します。今こちら糸を切ってしまっていたので糸継ぎが出ていますが、こちらの糸継ぎ方法、後で糸始末しなくていい方法を思いつきましたので、これはまた後日アップしたいと思います。今日は仮にこのように結んでいます。そしたら長編みを5目入れていきます。下の鎖のところに長編みで、下の4つの長編みのところに長編みを1つずつ入れます。
そしたら下の流れに沿って鎖を一目、下の細編み2目一度のところ、このように引き上げ編みにします。表引き上げ編みにします。そして鎖一つ、長編みを5目入れます。これが角ですので、角の隣1つ入れますので、 1,2,3,4 長編み4つのところに1つずつ、 1,2,3,4,5、 こちら下が鎖のところ1目入れて長編み5目になっています。そしたら鎖1目、次の角に長編み、鎖長編み、これで角を作ったことになります。そして鎖1つして、また今やったように下の鎖に長編みを入れて、1目に1目長編みを入れていきます。はい、そうしましたら5段目を3辺ほどまず編みます。そしたら4辺目でつないでいきます。こちらの方を1枚編んで準備してるんですけど、この今こちらの編み終わりの4辺目あとつなぐときに解きますので、まあ、ここまで3辺目で終わっておいてもいいです。でこちらの編み終わりの対角線の方につないでいきます。このようにつなぎます。そしたらこちら3辺目の終わり、鎖をして長編みをします。そしたら次の鎖の時につなぎます。角に入れて引き抜きをします。これで角がつながっています。そしたらこのまま手前の角のとこに針を入れて長編みをします。その編み方をつなぎながらやっていきます。はい、そしたら向こうのモチーフのこの鎖、角の隣の鎖を編んでいるところを半目針を通します。そして長編みを手前の鎖編みのとこに側にすくいます。はい、でもう一回今度は向こうとつながずに、こちら手前の長編みに長編み2目に1つつないでいったぐらいでいいと思うので、ここは長編みを続けて編みました。そしたら次つなぎたいので、今ここで鎖のところで1つな続けて2、次3目目のこの半目のとこですね、こちらに針を通してそのまま長編みを手前の長編みに編みます。はい、そしてそのまま続けて次の目に長編みを編みます。そしたら次続けたいので5目目、こちらの方に針を入れて半目ほど入れて手前に持ってきてつなぎます。そしたら次が鎖1目なので鎖1目します。で次こちらの引き上げ編みのところ、こちらはまた半目針を入れたまま手前のところ引き上げ編みします。2目一度してあるところを引き上げ編みします。そしたら鎖で次つなぎたいので、今度向こうのこれが中心のところで鎖があって、次こちらですね、こちらに針を半目ほど入れたら手前の長編みのところに長編み、で今つないだのでもう一度そのまま長編み
で次、今2目ほどつないだので3目目長編み、はい、もう1回長編み、はい、そしたら次は今度この鎖のところですね、ここになります。こちらに長編みで手前のこの鎖のところ長編み、はい、そして鎖編みして反対側の角とつなぎます。で角の時はもう即にすくった方が丈夫かなとは思います。デザインを生かすなら半目ほどすくってください、まあ、そのあたりはやりながらいいなと思う方をやっていったらいいです。はい、これでモチーフをつなぐことができました。このようになっています。はい、でこのモチーフを4枚このようにつなぎたいので今度はこちらとこちらをつなぎます。でその時に、まあ、この角に印をつけておいたらずれなくていいかなとは思います。角のところ、はい、でこちらは一辺ほど解いてつなぎます。3辺分まで編んでおいてもいいです。ただ次のモチーフを編むときにこの糸を切らないといけないので私は長さを測るのが逆に面倒なのでもう編んでしまって後で解いています。どちらでもいいです。そしたらこの角に来たところ鎖編みのところでつなぎます。角だけ、全部すくってもいいですし半目でもいいです。私はこの角は全部すくってしっかりさせようと思います。そしたら次の同じところに長編みを入れます。そしたら次こちらの向こうの鎖目の鎖編みのところに入れて手前の鎖編みのところ長編みします。もう一回手前だけ長編みします。向こうとつなぎます。そしたらこの鎖のところが1、2、3目目ここになります。もう一目編みます。はい、そしたら次つなぎます。5目目のところ、鎖1つ、こちらこの1、中心の引き上げ編みのところ、鎖1つ、向こうの長編みの半目、長編みの頭の半目、こちらの長編みの頭、もう一度同じ長編み、向こうの1、2、3目目半目、はい、もう一回こちら長編み、向こうの鎖のところ長編み、はい、そして鎖一つしたら向こう側の角を引き抜きをします。でこちら角のところ半目でもいいですし全部即にすくってもいいです。お好みでやられてください。でこれで今3枚のモチーフがつながりました。でこれと同じことをもう1枚やっていきます。4枚のモチーフをつなぎました。このようになっています。はい、
で今回はここまでにしておいて、次回こちらの底の部分編んでいこうと思います。そしてこちらとつないで、本体とつないで完成になります。でこちらこのモチーフを何枚も編んでいって、いろいろバリエーションはできるので、そのあたりは工夫してやっていかれたらいいと思います。はい、それでは今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。今日の一歩先を編む、先編みでした。次回またお会いしましょう。